人肺の微腔断面。青く着色された微中隔軟骨の両側にある点が、スキハナキスキハナキとは、獅子動物が、急上皮とは別に持つ、嗅覚器官。ヤコブソン器官、ヤコプソン器官とも呼ばれる。開口位置は、微腔内や口外など、その生物群により異なる。嗅覚器官ではあるが、この器官からの信号は、急上皮から脳へ向かう、急神経とは異なる。 神経経路により脳の副次収容に向かう。もともとは高校内の食物の匂いを感じる器官であったと言われている。この器官が初めて現れたのは両生類であるとされている。優美目では外鼻孔から内鼻孔へに続く微脳に走る溝として現れる。これはすき花木の原始的な形を表していると考えられている。 無備目、無足目ではその溝は微空に開口する、猛脳状に変化している。どちらの場合も両生類の内鼻孔は口外に、開くので口腔内の匂いを感じ取ることができる。隙き花器に対応して2差に分かれたオオトカゲの、絶現性爬虫類を構成する四つの目のうち、カメ目、ワニ目では、隙き花器はほとんど消失しており、昔トカゲ目ではない孔に開口する、猛脳でしかない。 その一方で、ユーロコメでは、スキハナキが非常に発達し、急上皮よりも主要な嗅覚器官となっている。ユーロコメのスキハナキは、微空と完全に連絡を立っており、郊外にのみ、開口部を持つ。左右一つずつあるスキハナキに合わせて、郊外の開口部も左右一体となっている。ヘビや一部のトカゲガニサに分かれた下を頻繁に出し入れしているのは、 下に付着させた空中の化学物質をそれぞれ左右のすき花キに運ぶためである。飛行能力を獲得した蝶類は高度に発達した視覚聴覚に比べて飛行への器用の少ない嗅覚は基本的にほとんど発達していない。そのため蝶類におけるすき花キは消失しているか、痕跡的なものでしかない。アメリカ漠のフレーメイン哺乳類では人を含む 高等霊長類、一部のコウモリ類、クジラを含む、水生哺乳類などを除くほとんどのグループで、スキハナキが機能しており、微中核の全下部に存在する。哺乳類のスキハナキは、一般的な嗅覚を感じるのではなく、フェロモン様物質を受容する器官に特化していると考えられている。多くの月シ類では、スキハナキの開口部は微空に開くが、その他の哺乳類の場合、 微光外観と呼ばれる管で口外部に開口する。空気中のフェロモン物質をすきは器に取り入れる際、犬や馬などの動物では、フレーメンと呼ばれる独特の表情をすることが知られている。ありがとうございます。